1933年、アーサー・シュワルツ、または、シュ周ツ。1948年の、エーギャルイン・キャリコがアカデミー賞に入選。後者は後に、マイルス・デイビスが演奏した。1972年に、ソングライターの殿堂入り。1981年、アメリカの劇場の殿堂入り。1990年、ザッツ・エンターテインメントがアスキャップの、 最も演奏された映画主題歌小獣賞。ありがとうございます。